終止符ピリオドは、法官ネッセル著による、架空の国を舞台にした、警察小説である。本書はスウェーデン推理小説アカデミーの1994年度、最優秀推理小説賞受賞作品である。6月28日の早朝カールプリンゲン氏の駅裏で、麻薬上州の犯罪者ハインツウェッガースが警部を、鋭利な斧ののような刃物で切られ死亡しているのが、 発見された。現場に残された、物的証拠も目撃者もなく、捜査は難航していた。8月31日夜、不動産会社の社長で、町の名手であるエルンスト・ジンメルが飲んだ帰りに、自宅へ向かう途中で、エッガースの場合に使用されたものと同様の凶器を、使用して殺害された。連続殺人と思われる、この事件の捜査にマールダム市警察の刑事部長、 ファンミューテレンが応援に派遣された。捜査を指揮するカール・プリンゲン主警察のバウゼン所長の代官の時期が迫る中、二人の被害者のこれといった共通点も見つからず、捜査は手詰まりの状態となっていた。9月10日、整形外科医のモーリス・リューメが自宅で殺害されているのが発見された。前の2件と同様に警部に傷を負っていた他に、背中に、 凶器の生肉用の大きな包丁が突き立てられていた。凶器が残されていたことから一連の連続殺人の最後と思われたが、今回も目撃者はおらず、犯人に繋がる情報はなかった。マールダム市警察から応援にフェーテレンの部下のミュンスターが派遣されてきたものの捜査で分かったことは、被害者に共通する点が、比較的最近カールプリンゲンの街に越してきたこと。 エッガースが薬物中毒であったことと、リューメが学生時代に一時期薬物に手を出していたことくらいであった。ありがとうございます。